仙台のイベントの時に、楽屋でね、私なんか胸がキュッてなった出来事があったんですよ、どうしたの？なんかあの日すごいヨッピが私をすごい褒めてくれたの、今日なんかイクミいいよみたいな。そうそう、マジ美術最高だったよし、未だに思い見返して私これマジで思ってる本当に。いやそう、めちゃめちゃ言ってくれたろ、本当いい朝からさ、めっちゃイクミ今日いいよみたいな、美術最高、そうって言ってくれてて、でまあヨッピーとこう写真撮ったりしてさ、でまあこれ SNS とかにさ、あげてどれあげていいみたいな感じでこう写真チェックを一緒にこうやって見てたのよ、スマホ見ながら、でその時もやっぱこうなんか私の写真見て、あイクミ今日ほら可愛いよって言ってくれたの。でも私はってなってさ、でなんか分かってないやつだそれでヨッピーが自分で思わない？可愛いってって言われて、思わないって言ったので、もやっぱそのヨッピーがすごい褒めてくれるのはめちゃくちゃ嬉しい、やっぱり、でだからヨッピーに、でも本当嬉しい、ありがとうヨッピー、優しいねって言ったの私が、そしたらさヨッピーがさちょっと不満げな顔してさ、優しさで言ってないって言われたの同じこと言おうと思った、優しさで言ってないよって同じこと言ってんだ、なんかそれ人物だもんね、そのさその言葉がなんかさ、いやむしろその嬉しさと、なんかマジ、むしろマジいいやつだなっていうのと、ま、罪悪か、これ申し訳なさでなんかもういろんな感情でもう胸がキュンもうそれは喜んで 100喜んで、いやそうなの、なんか本当にこの自分自己肯定感が低いとか、こう自分に自信がないとかさ、自分を認めてあげられないっていうのはなんか、まあある程度あるものだと思うんだけど、ちょっと行き過ぎるとなんかやっぱ人に失礼、なんか褒めてくれる人にすごい失礼なんだっていうなんかのがね分かった。やっぱ適度にあそうかもなって思って育むことって大事、でも育みすぎてこんなやつが生まれちゃう、面白くもねえのに面白い面白いってもてはやされて噛みまくって泣かないで、ヨッピちゃん泣かない